はじめは特集イベントリポートです。今回は開幕目前のラグビーワールドカップを前に、調布からラグビーの魅力を発信するイベント、9月1日に開催された調布スクラムフェスティバルボリューム5の模様をご紹介します。さあ、今月20日に開幕するラグビーワールドカップ2019日本大会が迫ってきました。ここ調布市は開催12都市の一つ、東京スタジアムが会場として利用されるんです。そして世界中の注目が集まる9月20日の開会式と開幕戦はここ東京スタジアムで開催されるんです。準々決勝2試合、3位決定戦を含めると調布で行われるのは合わせて8試合。どんな盛り上がりを見せるのでしょうか。ラグビーワールドカップ開催に向けて調布市のラグビー熱どんどん上がってきてますよ。こちら調布駅前広場では今日ラグビーイベント調布スクラムフェスティバルボリューム5が開催されています。こちらのイベントではラグビー体験や飲食ブースなどさまざまな企画が催されておりまして、誰もがラグビーの魅力を身近に感じられるんです。今回の調布スクラムフェスティバルボリューム5なんですけれども、どんな趣旨で開催されているんでしょうか。いよいよ今月9月20日から開催しますラグビーワールドカップ日本大会に向けた、市民の皆様にラグビーの楽しさですとかを、より知っていただくための、イベントになります。これを見て、イベントに参加したい、もっと親しんでみたいと思われた方に何かお知らせはありますか。はい、ラグビーワールドカップ日本大会の開催期間中にはですね、ファンゾーンという皆様が楽しめるエリアに加えて、さらに市独自の、調布スクラムフェスティバルボリューム6という形で、皆様の、参加できるイベントを用意しておりますので、ぜひ、ご参加をよろしくお願いします。さあ、こちらはラグビー体験コーナーということで、初心者の方でも気軽にラグビーを体験することができる街中ラグビーが行われています。小さな子どもたちも一生懸命ラグビーボールを握ってトライ決めていますよ。走って人に渡すのが楽しかった。1ヶ月ぐらいですよね、開幕まで。そう、今月なんです、9月なんです。今月か、はい、意外とちょっと盛り上がっててびっくりした感じで。どんなことに期待してますか。日本対ロシアで日本が勝つかどうか。今日は息子さんと参加されてみていかがでしたか。はい、そうですね、とてもいい街だなって思いました。ラグビータウン調布、いい街だなって思いました。ありがとうございます。今日も街中ラグビー盛り上がっていますけれども、はい、どんな目的で行われているんでしょうか。はい、これはですね、バスケットボールの 3on3 をイメージしてもらいたいんですが、はい、街中どこでもラグビーは実はできるんだよと、それが街中どこでもできるというのを表現したスポーツですね。日本で開催されるワールドカップを身近に体験していただいて、はい、そして、そのスポーツの面白さを感じて、で、やりたいと思った時に、その時に僕たちが受け入れられるような受け皿をしっかりと作って、今準備しております。さあ、ラグビー応援キャラクターのラガマル君に来てもらいました。ラガマル君、よろしくお願いします。さあ、ラガマル君なんですけれども、調布市ではラグビー応援アンバサダー、あと調布に任命されてるんですよね。はい、大活躍ということで、こんなルールブックもあるんです。こちらは府中、調布、三鷹市の3市が連携して作ったものなんですけれども、ラグビーのルールはもちろん魅力なんかも分かりやすく解説されているんですよね。ぜひ皆さんも手に取ってラグビーのこともっともっと詳しくなってください。さあ、世界規模のスポーツイベントですけれども、市民はどんな風に関わり合いを持つことができるんだろうと思っていらっしゃる方もいるかと思います。花と緑を植えて大会を盛り上げて、おもてなしの輪を広げることもできるんです。
こちらに集まった皆さんは花いっぱいサポーターの皆さんです。市では花いっぱいサポーター養成講座を開き、花壇に花を植え、水やりなどのお手入れを定期的にしています。さあ、皆さんの力できれいに花壇が整いつつありますけれども、今回のイベントはどんな趣旨で行われているんでしょうか。はい、ラグビーワールドカップオリンピックの会場にいます東京スタジアムの、最寄りの駅3駅飛田給西調布調布駅の周りを花と緑で飾って、世界中からおいでになるたくさんのお客様の方々に少しでも喜んでいただこうと、そういう趣旨で調布市と事業者、市民ボランティアの方が共同してこの事業を行っております。今後はどんなイベントがありますか。予定では11月10日または9日か、その頃に冬花への植え替えの予定でおります。今日はどうして参加されようと思ったんですか。たまたま通りかかった時に、少しぜひと思って参加しました。綺麗に植えられました。近所に住んでいて、ラグビーワールドカップ の、記念事業ということで、家族で記念になるかなと思って参加させていただきました。いい記念になりましたか。はい、8試合がここ調布で開催されますので、皆さん注目ポイントや意気込みをね、少しでも成功に向けて力になれるように頑張っていきたいと思います。一緒に、ね、盛り上げていきましょう。日本で見られるラグビーは多分もう当分ないので、これをチャンス逃さないようにラグビーを一緒に楽しんでいきましょう。今日は暑い中お疲れ様でした。トークショー、そして子どもたちともたくさん触れ合っていらっしゃいましたけれども、今日のイベント参加されていかがでしたか。もう子どもたちもすごく一生懸命ラグビー楽しんでくれて嬉しかったですね。いよいよ20日に日本で開幕となりますけれども、改めてどんなことに期待を寄せてらっしゃいますか。アジアで初めて開催されるワールドカップなので、この大会の成功っていうのがアジアでいかにラグビーが普及するかにかかっていると思うので、その大きい世界の大会の開幕戦がこの調布で行われるっていうのは非常に意味深いものがあると思います。調布市民の皆様にメッセージをお願いできますでしょうか。9月20日いよいよラグビーワールドカップが開催します。東京スタジアムでぜひ皆さん応援してください。そしてこの大会が成功に終わるように、みんなで力を合わせていきましょう。今日はトークショープラス子どもたちと触れ合うイベントもありましたけれども、はい、いかがでしたか。子どもたちが元気よくトライして喜ぶ姿がやっぱりこういうのがラグビー広まっていく感じなんだなと思って、はい、今回は男子のワールドカップですけれども、はい、どんな試合、どんな開催に期待を寄せてますか。ワールドカップの前にやっぱりいっぱい試合やってるんですけども、その仕上がりがすごいやっぱ全然違うなと思うので、今年は多分やってくれるだろう。最後に市民の皆さんに一言メッセージをお願いしたいんですけれども、はい、このチャンスを逃さず皆さんラグビーの方を見てください。お願いします。